どうもなべです。なんでか知らないんですけど、ぶっちゃけた話、引っ越しとか、家住んでると、大抵虫とかって出るじゃないですか。例えてあげるなら、ゴキブリとか、クモとか、あと、洗濯物干してる時とか、窓開けてるんで、蚊とか夏場とか入ってくるじゃないですか。そうなんですけどね、なぜかね、今ここ、俺の住んでるマンションなんですけど、なぜかね、俺のこの家の中にね、羽アリがめっちゃいるんですよね。めっちゃっていうか、気づいたらね、夏場かどうかわかんないですけど、羽アリがね、部屋の壁とかはね、トゥクトゥク歩いてるんですよ。羽アリだけ。で、いるんだろうけど、いるんだろうけど、俺、家に住んでてゴキブリを見たことがないんですね。もちろん、家以外とかで見たことありますよ。ゴキブリとか本物見たことありますけど、自分の家でゴキブリっていうのを見たことがないんですね。見たとしても、アリじゃないや、クモとか、蚊とか。で、最近はよくね、羽アリがね、家の中にいるんですよね。そう、特に雨降った日とか夏場で、蒸し暑いから、多分飛んでるの、それで飛んでるのかなと思って。で、多分服とかにくっついてきて、そのまま入っちゃうとか、玄関とか洗濯物するときに、窓開けたときに入ってくるのかわかんないんですけど、やたら羽アリが多いんですよね。逃がしてるんですけど、そう。どうですか？皆さんとかも虫とか出ると思うんですけど、家とかに。羽アリって俺初めて見たんですよね、家の中で。今年か初かな。今までなかったんで、そういうのが。そう。ちょっとびっくりしてて、なんでかなと思ったんですけど。でもまだゴキブリとかじゃないので、まだいいんですけどね。特に動物とか飼ってるわけでもないので、虫とかね。昔はよくカブトムシとか飼ってたんですけど、今は全然飼ってないので、入ってくるんですよね。そんな話でございます。今は、いないんですけどね。この前なんて、電気消したらテレビのぼせたからびっくりしちゃったんですけど。そんな話でございました。どっから入ってくるかわかんないけどね。まだ開けっぱなしとかあんま良くないのかなと思いました。そんな話でございます。なんか対策あったら教えてください。本日も見ていただいてありがとうございました。